どうもでです、えー、っとですえとね、今日はねジョギングを楽しむということについてお話ししたいと思います。というのはこれは自分の、えー、今の状況というか先週ぐらいから、えー、楽しむことができている、えー、ジョギングについてこうちょっとお話ししたいかなとジョギングについてというかその、えー、ジョギングをしてですね機能もしたんですけどもそのジョギングを楽しむということですねそのただ単にこう何て言うんですかなんか 運動不足解消のため走るっていう動機ではなくてですねジョギング自体を楽しめる状態になったなということですね。というのはその先週走る時のちょっと前にですねアップルミュージックっていうのをねスマ,スマホの iPhone の中に入ってるアップルミュージックにこう 登録というか、それをして、ほな、3か月間は無料で聞き放題というところで,で、4か月目からひとえ1月980円か、1000円ぐらいの価格でずっと聞き放題になれるというサービスがあるので、サブスクのねサービスなんですけども、それをね、まあ、音楽聴きながら走りたいなと思ったんで、それに入ったんですね。で、入ってですね、ほんで、走ったんですね、まあまあ、竹原ピストルかな。 の音楽を聴きながらこう気持ちがこう高揚していってっていうかこう走っててすごい気分よく走れたっていうえことがあってです選手にねほんでやっぱりそのジョギングをその音楽を聴くために走るような感覚というかそのジョギングをしながら音楽を聴くとそのえっとストレス解消とか運動不足解消以上のこの何て言うか脳に与える作用というかこうすごいこう気分よく。 なるんですね機能なんかもねですねこうやっぱりあの仕事とかでこうストレスがある,あるんですよね。その まあまあの売り上げのこととかいろんなことでこうストレスが結構かかってた状態で走って最初走り始めはねいろいろなかなかしんどいなっていう感じの気持ちで走ってたんですけど途中からねどん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 こうプラスの方に変わっていくっていうかマイナスの感情からプラスの感情にこう変わっていくえ状態になってほんで走り終えた時はかなりこう。 自分の中でこう自分の心の中ですねが解決した状態に解決というかある程度その,その最初のマイナスの感情からプラスの感情へこう移っていってですねそこからこう,こうしていこうかということをこう自分の中で考えられるようになってんでその後にまあ公演で空手の稽古ただちょっと右肩が痛いんであまり全力でできないんでねえまあまあある程度でやめてしまったんですけどもっていう流れがあったと。 ということで、やっぱりその何かをするこう例えば筋トレもね例えば音楽を聴きながらするっていうんでもいいでしょうしその僕でいう体作りの、ね、訓練とかでもそうですね音楽を聴いてでこう音楽ってやっぱ気持ちを高めてくれることがあったりとかですね結構そのエネルギーを上げてくれる効果があるんですよね。でエネルギーを上げてくれるる効果があることが、あこと やっぱりその自分にととってははいいと僕はそのエネルギー自分自身の持っているエネルギーをもっと上げなあかんなと,というのは、ね、もっともっとやりたいことがたくさんあるんでそのことをいろいろ集中してやるためにはです、ね、自分のエネルギーが高くないと、ね、なかなかそれをこなすことができないというところがあるんでそのためにこうジョギングをしようと思ってこうやってるんですけどそのジョギングをすることでその健康のエネルギーが上がるとで感情のエネルギーも上がりますよね。その 安定するんでねそのストレス解消したりしてその精神的に安定する状態になるしそれプラス音楽を聴くことによってその音楽を聴くことのそれ,それから音楽からもらうエネルギーで自分のエネルギーが高まって走ることによって高まってっていうことでこう相乗効果でこう良くなっていくというところでですねそのジョギングをすることのねこうメリット メリットってメリット考えてやるということでもないですけどもそのメリットは計り知れないかなとでそれをできればね昨日走って今日もね走りたいんです今日ちょっと雨が降ってるんで、まあ、雨の中まで走る気持ちはないですねそこは、えー、流れに任せてですね雨の日はやめとこうかなというところですけども膝の調子もそこまで悪い感じでもないしその足首回しのねセルフケアをすることによってですね えー、足首の柔軟性が出てこう走っててもねこう疲れにくい体にこう変わっていってるっていうのも自分で実感できますしこういろんなことがそのジョギングをすることによってこういい方向に向かっているというかそういう感じがあるんでですねその、まあ、しんどいことも日々あるんですけどもそっからですねそういうケアをしていくね。 ストレス解消を一回一回していくっていうことをすることによってその負担がかかりにくくなるんでですねこのジョギングを楽しむっていうのはすごくこういいなと自分に思ってます。でまあまあ5キロちょっと走ってるんですけどももうちょっと距離伸ばせるんですその辺がねどうしようかなって自分の中で考えてます。 もうちょっと距離を伸ばしてまあまあ6キロ7キロぐらいまで走るべきかまあ5キロぐらいで5キロぐらいだとね30分ぐらいなんでこう体の疲れ具合としてはそんなにね、えー、疲れない状態でいい状態ではあるんですけども、えー、その辺どうしようかなと思っております。ということで今日はね、えー、ジョギングを楽しむというところで、えー、それをやるジョギングをするのに何か加えることによってそれをやる動機がもっと増えてですねよりこう続けられると。 で僕は今、いやいや続けているというよりは、もう走りたくてっていう気持ちですね、今日も夜走りたいという気持ちがすごい高いんですけども、そういう状況に変わっておりますということで、今日はジョギングを楽しむということについてお話しさせていただきました。では今日もよっしゃーでいきましょうどうも、ありがとうございます。